これからの時代の真を考える番組、真相。新時代を創造する、皆さんこんにちは。日本手仕事図鑑ビデオグラファーの小林です。いかがお過ごしでしょうか。これからの時代の真を考える番組真相、第4回目でございます。作り手や伝え手の方々とセッションしながら、どのような思考でこれからの時代に向かっていくべきなのかを皆さんと一緒に探っていこうじゃないかと、そんな番組でございます。それではですね、早速ですけども、今日のゲストは株式会社生姜の虫代表の、周東浩一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。周東です。周東さん、生姜の虫っていうこのフレーズ、とっても気になる社名なんですけども、はい、こちら、あれですよね、2019年開催の世界を変える起業家ビジコンイン埼玉で、見事グランプリを獲得されたそうですけども、はい、はい、ありがとうございます。そうなんです。埼玉市が主催しているビジネスプランコンテストで毎年行われているんですけども、その、2019年最終審査が12月4日だったんですけども、まあ、簡単に言うと、皆さん、大体新規のビジネスとか、プランを持ち寄って、どのプランが一番、成功しそうか、実現可能性が高いかとか、で、競い合って、審査してもらって、順位を決めるみたいな感じのコンテストですかね。まあ、いろんなところで行われてるみたいですけど、私は埼玉市のものに参加しました。周東さんのその格好、格好、はい、非常にかっこいいですけど、はい、それ関係があるようなお仕事ですかね。生姜の虫と格好は全然関係がなくて、格好はですね、取材とかで実は突っ込まれたこと今までなくて、ちょっと嬉しいんですけど。あ、本当ですか。突っ込まれない。突っ込まれないですか、それ。意外と突っ込まれない。意外と突っ込まれなかったんで。もう、真っ先に目がいっちゃいました。和服がもう趣味で、単純に個人的に和服が好きで、ビジネスでも非常に、皆さん和服着ていくと喜ばれるので、で、私、会社は今2つやっておりまして、生姜の虫を作る前に、前から始めている翻訳会社あるんですけれども、やっぱり翻訳会社ということで、海外関係、インバウンドの会とかに参加することが多いんですけれども、こういった会とかミーティングでも、着物を着ていくと非常に喜ばれますし、いつもすぐ覚えていただけるっていうのもあって、着物がますます好きになりまして、それで毎日外出の時は着物で過ごしています。で、今髪も伸ばしてまして、見えるかな？ちょんまげに。見えます。来月ですね、ここ剃っちゃって完全なちょんまげになる予定です。そこまでいきます？はい。うわー、ちょっとそれやってから取材したら思ってほしかったですね。ちょんまげにしてからもう取材していただければと思います。そしたら、じゃあ第2弾ということで、また次回も、ね、来ていただけたらありがたいです。はい、したらですね、まあ、その格好、そしてビジコン埼玉でグランプリ、もうズバリ生姜の虫はどんなお仕事なんですか。生姜の虫っていうこの会社はですね、日本で初めてジンジャービアという商品を製造して販売することを目的に作った会社でございます。ジンジャービアっていうのは、日本では一般的じゃないんですけど、ビールに生姜が入っているものじゃなくて、ジンジャーエールを酵母菌なんかを使って発酵させたような飲み物ですね。これを、これは欧米ではよく飲まれているものなんですけれども、アジアほとんどまだ普及していないものなので、これを初めて作って、で、日本に広めたいな、アジアに広めたいなという思いから始めました。最初ジンジャービアって聞いた時に、まあ、なんかビールを、まあ、なんか生姜入れたものなのかなって単純に思ったんですけども、まさかそういった形で作られているとは。日本でジンジャービアって名前で販売されているものは実はすでにあるんですけども、ビールに生姜を入れてちょっとフレーバーを加えたような、あくまでビールってものが多くてですね、よく日本初のジンジャービアを作って売る会社ですって言うと、ジンジャービアあるしとか言われるんですけど、本来のジンジャービアじゃないんですね、実は。あ、そうなんですね。いや、
一つ知識が増えました。ちょっと次からそういう目線で見てみると非常に面白いのかなと思います。実際そのビジコンインサイダーまでの様子と、あとテストリリースの際の記録映像があるということですので、そちらをご覧いただければと思います。はい、はい、お願いいたします。あ、これがビジコンのプレゼンの様子ですかね。そうですね、今これビジコンで最終審査で会場で発表している様子ですね。あ、トップバッターだったんで。あ、そうだったんですか。かなり緊張したんですけど。あ、グランプリ取られてますね。あ、なるほどなるほど。もうこの時も 和装がバチしまって。そうですね、もうずっと和服ですね、外では。むしろ和服着てないとみんなに突っ込まれますね。なるほど。あ、これはテストリリースの日ですかね。当然の皆様には本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。あの、飲んでください。お詫びに。そんなことないよ。で、株式会社生姜の虫という名前で、ジンジャービアを醸造、販売する会社を立ち上げます。で、ただジンジャービアを作って売るだけじゃなくてですね、見沼の農家で生姜作ってもらって、農家も助けつつで、醸造所を作ったら都内とかからお客さんも呼んで埼玉を潤せればなと思ってます。なのでちょっと、結構公共性の高いやつなんですけども、まあそんなわけで、株式会社生姜の虫、今日から創業いたしますので、皆さんよろしくお願いいたします。おめでとう。じゃあ社長、乾杯ということで、乾杯。Facebook ページ作りましたので皆さん入ってください。あの QR コードここにある。あ、これ Facebook ですかね。あ、そうですね、はい。これは見沼田んぼなんですか、これは。はい、これは埼玉市見沼区にある田んぼですね。うん、ここで生姜を植えて、もう植えるところから、ね、原材料の調達から自分たちでできないかという。はいはいはい。あ、最後トヤ顔で、 いい写真ですね、非常に。ありがとうございます。はい。Facebook でもありましたけども、はい。ご自身で生姜も作られてるんですか。生姜はですね、今後ずっと自分たちで作るっていうことは考えていないんですね。ビジネスプランのうちの一つに、見沼区で生姜を農家さんに育てていただいて、それを買い取って、それを原材料に使うことで、見沼区の農業をですね、良くしたい。もしくは、農家の方たちをできるだけ、助けたいっていう思いがありますので、自分たちで植えてしまってはそれができないので、実は、試験栽培を行っております。宮崎県で、全く品種改良が、ね、されていない生姜、幻の生姜っていうのを、一人のおじさまが育てているんですけども、それがかなり混みも良くて、病気にも強いということで、見沼区の休耕地なんかで植えられるんじゃないかという考えがありまして、それでちょっと今年試験栽培を行いまして、見沼でその生姜が無農薬で病気なんかに侵されず、しっかり育つのかどうかっていうのを検証して、できれば、来年、その、今年作った種を用いてですね、大々的に、こう、見沼で農家の協力をいただきながら、生姜を育てて、で、農家も潤せればなと考えています。見沼田んぼはよく、耕作放棄地っていうんですかね、はい、もう使われなくなった、放置されてしまっている畑。休耕地とか荒れ地配布です。そうですよ。そうですよね。はい、そういったところもうまく活用するというか、復活をできるような。そうですね。はい、うん、結構生姜って病気に弱い作物で、地元の農家さんには休耕地なんかで生姜なんか育つわけないじゃんとか言われることもあるんですけれども、この生姜だったらもしかしたらいけるんじゃないかなと思って、ちょっと期待しているという感じですね。実は僕の父親もあそこで一時畑やってました。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なので非常に身近に感じているので、はいはい、あそこがそういった形で見沼田んぼがまた、はい、農業で盛り上がるのであれば、非常にこれは素晴らしい
ビジネスプランだなと思います。そうなんですよね。あの、うん、お父様多分農家さんじゃないですよね。そうなんです。はい、実はそうなんですよ。見沼区の田んぼって今皆さん専業で農家でやられてる人って本当に一握りで、多分1割いないんじゃないかなと思うんですけど、新規収納とかも全然増えてませんし、農家さんどんどん減っている状況なので、農家で見沼区でしっかり食べていけるような未来っていうのを築けたらすごいですよ。いや本当にそう思います。まあ、農業っていうところにこう いろんな形で興味を持つ人が増えていくと思うので、ぜひそうですね、そのあとですね、生姜っていうのがそこの救世主になるかもしれませんね。まあちょっと生姜だけで見沼田んぼを救うっていうのはちょっとそうですよね。でもあのこの生姜でもし成功、ある程度の成功を収められれば、あのモデルケースとして例えば他の発酵飲料でも発酵食品、まあ発酵しなくてもいいんですけど、他の加工食品なんかを始める、新規で始める人たちのモデルケースにもなれればなとは思ってますね。見沼田んぼでその生姜を使えているっていうことは、まあ、農家さんを応援するっていう気持ちでもやられていると思うんですけども、そうなると基本的には国産の生姜で作られるってことですよね。そうですね、国産どころか基本的にはさいたま市内産の無農薬で作る生姜にほぼ限定する予定です。あ、なるほど。でもどうですか、その国産だし なおかつ埼玉市に限定した、しかも無農薬の生姜を使うってことですけど、あのなかなか難しいように思うんですけど、生姜がそもそもそんなに大量に作れるのかっていう部分、あとは技術的な部分もそうなんですけども、それよりもやはり一番の難題ってのはコストですね。やっぱり国産のものっていうだけでも高いんですけども、無農薬で埼玉市でって限るとコストも絶対的に高くなってしまいますので、そこはかなりネックになってますね。会社を存続させるためには、例えば 500ml のジンジャービアを一体いくらで売ればやっていけるのかっていう部分で今非常に苦心しているところですね。そこをこう例えばこう打開するようなアイディアみたいなのってお持ちなんですか？あのジンジャービアっていうのはアルコールありのものの他になしのものがあるんですね。むしろ海外ですね、あのジンジャービアでアルコール入っているものの方が少数派で、多分 10% にも満たない。今はほとんどノンアルコールで、あの乳酸発酵、アル酵母発酵もしてるんですけども 1% 未満でっていうものが多いですね。なので飲んでも酔っ払わない、ジンジャーエールの本気のやつみたいな感じですね。あの複雑で味わい深いジンジャーエールって感じなんですけども、ノンアルコールのジンジャービアであれば、あの糖分も必要ないので、それだけコストも抑えられると思ってますので、ちょっとやっぱりコスト的に考えると、ノンアルコールの世界で一般的に売られているようなものからやっていかなければいけないかなと思っています。ノンアルコール。あ、なるほど。あの、まあ、ジンジャービアって名前なので、このアルコールが定番なのかなって一見思いがちですけど、そこをノンアルコールっていうふうに、こう思考を持っていくっていうのは、こう非常に。世界の主流に合わせる、回帰するっていう感じですね。でも今、ノンアルコールって非常にこう、求められている人が多いと思うので。あの、ジンジャービアに関しては、あの今、ノンアルコールの商品もどんどん出てきていて、市場もかなり盛り上がっているんですけれども、例えば、ノンアルコールビール、それから梅酒なんかも、酔わない梅酒とか、ね、出てますよね。かなり好調みたいんですけども、ジンジャービアもそんな感じで、ノンアルコールのものを販売可能です。で、うちのものに関しては、まあ、それらの大手のものと比べると、あのどうしても手作りなので、コストは上がってしまうんですけれども、やはり本物の素材を使うっていう部分で、あの健康的にも非常にいいですし、あと何よりも強みかなと思っているのが、ノンアルコールの飲み物、例えばノンアルコールビール、ノンアルコールカクテルとかそういったもの、でどうしても飲み応えっていうのが全然ないんですよね。なので、例えば飲み屋に行って、じゃあ俺今日運転だから、ノンアルコールでって頼んで、飲んでもあんまり楽しめないんですね。いやもう僕お酒好きなんで、そのもうまさにそうです。そうですね。私もそうなんで。うん、で今ほとんどのノンアルコールビールがやはり飲み応え、味わいっていうのは出すのはアルコールと比べてしまうと本当無理なんで、どうしてもあの健康効果
にの方に寄っていったりですとか、ちょっと方針を転換しているっていう状態なんですよ。なので今コンビニなんか行っても特報を取ったノンアルコールビールですみたいなのとかもあると思うんですけども、味わいの部分にちょっともう諦めちゃってる人も多いんですが、ジンジャービアの場合は生姜は体を思いっきり温めますし、試作品の段階ですけども、生姜たくさん使っていますし、スパイスも入っているので、こう体飲んだ瞬間から喉がカーッと温まるような、でお腹の中も入ってて体全体が温まるような効果があるんですよね。で、体温まるとやっぱり人間って結構テンションがちょっと上がってくるっていうか、飲み応えっていう部分では他のノンアルコール品と比べると非常にあるので、ノンアルコール市場っていう部分でもかなりの戦いができるんじゃないかなと思っています。いや、今お話聞いてる限りでもすごい可能性を感じました。僕らこうお酒を飲む立場としても一つのこう選択肢になるので。そうですよね、うん、あと飲めない人は特に助かりますよね。いや本当そう思います。いや、もう完成が本当に楽しみです。会社の名前の由来言ってませんでしたね。それが、あ、そうですね、小林さんもさっき、気になってらっしゃった株式会社生姜の虫の名前の由来なんですけども、二つありまして、一つは、日本語でも、何々の虫って言って、慣用表現ありますよね。例えば、あいつは本の虫だからさ、とか、本が大好きな人、勉強の虫とかね、そういう言葉ありますよね。で、それに倣って、何々の虫っていうのは、もうそれにものすごくこう、夢中になっていて、熱中しているっていう人のことを指すんですけども、生姜の虫と名前を付けることによって、もう生姜に夢中になって、生姜に熱中して、それで、それによって作った商品によって、皆さん、他の方もお客様も、生姜に夢中になってもらいたいなっていう願いから付けられています。ジンジャビアって、昔は、純粋培養された酵母菌なんかはなかったので、そもそもイギリスで300年ぐらい前に生まれた飲み物なんですけども、300年前は今のスーパーで売ってるようなイースト菌みたいな純粋培養された菌っていうのはありませんから、まあ普通のワインとかと同じで、天然の野生の酵母を使って発酵させるんですけども、その発酵をさせる、元になる。まあ、日本酒の用語で言えば酒母ですね。お酒の母とかって、まあ、もろみ酒母とか言われてますけども、酵母をこう液体中にたくさん増やして、酵母液ですね。それをお酒の元にしたい液体に入れることによって、お酒ができるっていう感じです。なので、まずは酵母液を作って、その酵母液を使ってお酒を作んなきゃいけないんですけど、この酵母液、ジンジャービアを作る酵母液、名前がジンジャーバーグって言うんですよ、英語で。ジンジャーバーグ、はー、はい、ジンジャーバーグですね。ジンジャーは普通にジンジャーですよね。で、バーグは B-U-G って書いて、B-U-G、虫を意味するんですよね、バグって。はい。なので、ジンジャーバーグっていう名前の酵母液、面白いなと思って、日本語にしたら直訳すると生姜の虫です。確かに、はい、なるほど。なので、その名前面白いなと思ってつけました。なんでこの英語の名前がジンジャーバグっていうかっていうと、酵母液をですね、例えば、ブドウとかだと、そのブドウの表皮にですね、天然の野生の酵母がたくさんついてるので、もうこのブドウをぐしゃっと潰して置いとくと、この酵母が勝手に増えて、で、もうお酒になっちゃうんですけども、生姜の場合は、糖分を添加する必要があるんですよね。それで、でも一遍に添加すると、ちょっと、甘すぎて酵母が増えることができない。毎日毎日お水の中に1日目生姜とお砂糖ちょっと入れて、で次の日も生姜とお砂糖ちょっと入れて、次の日もって言って1週間ぐらいそれをずっと続けるんです。そうすると酵母がだん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 とこう増えていって、1週間経つとすごく発酵力の高い酵母液が出来上がるんですけども、多分これが虫を飼ってるみたいに、こう毎日餌をあげるので、ジンジャーバーグっていう名前になったんじゃないかなと思っています。
それが弊社の名前の由来にもなっています。設立当初はですね、相談する方全員から、いや、虫はやめとけ、植物を扱うんだから虫は絶対ないって言ってかなり批判されたんですけども、まあでも逆に言えば飲食物で虫の名前を冠している会社っていうのはないので、オリジナリティはいいかな。いや本当にそう思います。とても目を引くなと思いました。ありがとうございます。実はこの前編というのが20分という枠がありますので、そうそう、はい、20分経ってしまいますので、前編はここまでといった形にしたいんですけども、はい、まあ、次回後編もお付き合いいただけるということで、はい、ジンジャービールからですね、教育にまで絡み始めているというお話を、前回聞きましたので、はい、そちらの話を主に後編ではお聞かせいただければなと思います。承知しました。はい、では、前編、こちらまでとなります。また次回もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。これからの時代の真を考える番組真相、ご視聴ありがとうございました。